アフィン空間、数学において、アフィン空間、アフ、イン空間、アファイン空間とも、または、疑似空間とは、非カベクトルの存在の場であり、ユークリッド空間から絶対的な原点、座標と標的な長さや角度などといった、軽量の概念を取り除いた、アフィン構造を抽象化した、幾何学的構造である。大数的なベクトル空間から、 どの点が原点であるかを忘れたものと考えることもできる。一次元のアフィン空間は、アフィン直線、二次元のアフィン空間はと呼ばれる。アフィン空間では点の差として、ベクトルを得たり、点にベクトルを加えて、他の点を得たりすることはできるが、点を加えることはできない。また特に、どの点が原点を与えるのかを認識することができない。以下の特徴付けは、 形式的な定義よりは分かりやすいだろう。アフィン空間は、ベクトル空間から、どの点が原点であるかを忘れた後に残るもののことで、ある、数理物理学者、ジョン・バイズのことによれば、フィン空間とは原点を忘れてしまったベクトル空間の、ことである。太郎さんは、本当の原点 O がどこなのか知っていて、ゴンベイさんは別の P と呼ばれる点が原点だと思っているという状況を思いしてみよう。 二つのベクトルを加えるというとき、ゴンベイさんは自分の思う AB を求めるために P から A へ矢印を引き、P から B へ別の矢印を引いてできる平行四辺形の対角線を考えることになるわけだが、太郎さんはそれが実際にはであることを知っている。同様に A と B、あるいはもっと多くの有限個のベクトルの集合の任意の線形結合について評価を行ったき、 太郎さんとゴンベイさんは一般には異なる答えを導き出す子になるが、それでも、ということについてはよく注意しなければならない。この話のオチは、ゴンベイさんはアフィン構造、つまり係数の和が一の線形結合として定義されるアフィン結合の値しか知らないが、太郎さんは線形構造とアフィン構造の両方を知っているということにある。 大集合にアフィン構造を考えたものがアフィン空間なのである。集合 A と対形状の N 次元ベクトル空間ボルトの組が形状の N 次元アフィン空間であるとは次の三条件が成り立つときに言う。このとき A をアフィン空間の大集合と呼び、ボルトを付随するベクトル空間、随伴ベクトル空間、同伴なベクトル空間などと呼び、 ボルトイコールボルトあるいはボルトイコールベクトなどと表す。また、ボルトのもとを A のあるいは A 乗のキカベクトルとも呼ぶ。紛れの恐れがないならば、アフィン空間を単に大集合 A のみで表し、アフィン空間 A などと呼ぶことがある。定義から平行移動作用 TA、ボルト APA により、ボルトは A に推移的に作用すること。 各 A に対し作用素 T は、ボルトから A への全単射を与えることなどが、わかる。対、形状の N 次元アフィン空間 A に対し、A への、1. オーとボルトイコールボルトの、一つの順序付けられた規定 B イコールを固定して、特別視するとき、組を O を原点とする、アフィン空間 A への座標形あるいは、遮光座標形という。このとき、 任意の点 PA に対し、お満たすベクトル P、ボルトがただ一つ定まる。この P を P の1ベクトルといい、P の規定 B に関する成分表示を P の座標形に関する座標という。すなわち、P の1ベクトルが、P イコール PAPA、PA と表されるならば、P の座標は K である。座標形を固定したとき、A の点と、 その1ベクトルとの対応あるいは1ベクトルと座標との対応により、A は、ボルト及び、K と1対1に対応する。故に、紛れの恐れのない場合には、1座標の空間、K を、K 乗の N 次元アフィン空間と呼ぶこともある。またしばしば大集合と原点の対応、ボルトと同一視して扱う。例えば、A の点、O、P、 Q 及びスカラートーンに対しては点 O の取り方によらないから、これをのように表すことがある。任意の線形結合を考える代わりに点に関する、このようなアフィン結合だけを考えることにも意味がある。アフィン空間 A の部分集合 S に対し、付随するベクトル空間ボルトがアフィン結合に関して閉じているとき S を A の部分アフィン空間あるいはアフィン部分空間 または単に部分間であるという。もう少しはっきり述べれば、アフィン空間に対し、A の部分集合、S、ボルトのキロ次元部分線形空間、W の組が再び、アフィン空間となるとき、を、アフィン空間の R 次元部分、アフィン空間という。またこのとき、W、イコールボルト、あるいは、W、イコールベクトなどと表し、W の元を、S 上のベクトルと呼ぶ。 部分アフィン空間、S は、任意、e、の1点 P を固定することにより、点 P の S 上のベクトルによる、平行移動で得られる、点の全体としてと書くことができる。1次元の部分はアフィン空間を、直線、アフィン直線、二次元の部分アフィン空間を、平面、アフィン平面などと呼ぶ。また、四次元1すなわち次元の部分空間を超平面と呼び、これらを総称して、 線形多様体という。ボルトイコールのベクトルの集合点イコール V、V、V が与えられたとき、これらのアフィン結合全体からなる集合は、ボルトのアフィン部分空間であり、ベクトルの集合点のアフィン法という、点が生成するあるいは貼るアフィン部分空間ということもある。二つの部分空間 S、S が与えられて、ボルト、ボルトが成り立つならば、S は、 S, s に平行であるといい、ss のように表す。定義から ss ならば dimdim であって、部分空間が平行であるという関係は、推移率 ss かつ ss ならば ss を満たす。一方で対象率 ss ならば ss は一般には成立しない。例えば空間内の点からある平面に対して平行になるように直線を引くことはできるが、 ある直線に対して平行になるように平面を描くことはできない。仮に描いた平面に対して元の直線が平行であるような状況を想定しても、そのような平面は無数に存在し一つに定まることはない。部分空間 SS の生成する部分空間を SS で表すとき、が満たされるならば SS はよじれの一致にあるという。 アフィン空間の対称性を保つような写像は、アフィン変換、またはアフィン写像と呼ばれる。アフィン空間 A に対し、A 上のベクトルの空間ボルトイコールボルトは、平行移動によって推移的に作用る。また点 O を一つ選んで固定するとき、ボルト上の線形変換 T は、ボルトイコールと同一視することにより原点 O を動かさない。 変換として A に作用すると考えることができる。この時 T は原点を中心とする回転、拡縮、剪断などとして得られるが、これと平行移動及びその引き戻しを用いることにより任意の点を中心とする変換にすることができる。すなわち対、形状のベクトル空間ボルト、ボルトをそれぞれ平身対称性の群、平行移動群とするアフィン空間 E、 E の間のアフィン変換とは、写像 TEE であって、E の任意の2点 XY に関して、XY に TX イを対応させる関係が、ボルトからボルトへの線形写像になっているようなものである。アフィン変換は、アフィン空間における突方の構造を保つ、E の元の組 X、X の任意のアフィン結合についてを満たすものとして、 アフィン写像を特徴づけることもできる。実際には、任意のアフィン写像は、変換前の原点を変換後の原点に移す平行、移動と、各点と原点との間の差のベクトルに関する線形、変換との合成によって与えられる。アフィン空間内の二つの図形が、可逆なアフィン変換によって互いに移り合うとき、その二つの図形は互いにアフィン合同であるという。 ユークリッド空間において、アフィン合同かつ角度を保つということと、相似であるということとは同値であり、アフィン合同かつ角度も、線分の長さも変えないということは合同であるということであ。アフィン空間は座標や、それに等価なベクトル空間を用いて、解析幾科学に属するものとして扱うのが通例であり、以下のような行為によって与えられる。 総合機科学として扱うこともできるが、あまり位置的ではない。アフィン空間の氷にはいくつか異なるものが存在する。国セッターによる実数帯状のアフィン機科学の氷化は、デザルグの定理のアフィン版を備えた順序機科学としてアフィン機科学を捉える。氷は平面において与えられた点を通り、与えられた直線と交わらないような直線が、 少なくとも一つ存在することから始まる。アフィン平面はキャメロンの氷に従う。体あるいは射体上のアフィン平面と同じく多くの比、デザルク平面もこの氷を満足する。アフィン平面は任意の射影平面から一つの直線とその直線上にある点すべてを取り除くことによって得ることができ、逆に任意のアフィン平面に無限遠直線を加えることで、 遮影平面を構成することができる無限遠直線上の無限遠点は平行線の同値類に対応する。キャメロンは高次元のアフィン空間の効率も与えている。大集合 A を実数全体の集合 R の N 個の単なる直積集合としての R とし、ベクトル空間ボルトをデカルト座標を与える標準内積に関する軽量ベクトル空間としての R としたとき、アフィン空間を N 次元ユークリッド空間という。このとき、定義説に掲げた、アフィン空間の構造を定める三条件を、ユークリッド空間のワイルの行為と呼ぶ。ユークリッドの幾何学で記述される図形の性質というものは、その図形の絶対的な位置には、関わりのないものである。従って、このような図形の属するユークリッド空間は、 アフィン空間に長さや角度という計量を加えたものになっている。また、このような計量は内積によってもたらされる構造である。任意のベクトル空間はそれ自身の上のアフィン空間である。またその任意の部分空間による小空間もアフィン空間となる。特に一時元部分空間全体のなす空間である。遮影空間はアフィン空間の構えを持つ。 正児線形方程式系の解の全体は、ベクトル空間をなすが、一般に非正次の場合は正児方程式の解空間を特殊解の分だけ平行移動したものとなり、したがってこの解空間は、アフィン空間をなす。任意のアフィン空間は、ある遮影空間の部分アフィン空間である。例えば、アフィン平面は、任意の遮影平面から一つの直線。 とその直線上のすべての点を取り除くことで得られ、逆に、アフィン平面に無限円直線、無限円直線上の点は、直線の平行移動による同値類に対応するを加えた平包みとして、遮影平面を構築することができる。さらに、遮影空間における無限円点の全体を集合として保つ、遮影変換は、アフィン空間におけるアフィン変換を引き起こし、 逆に任意のアフィン変換は遮影変換に一時的に拡張することができ。つまり、アフィン変換の全体は遮影変換全体のなす、集合の部分集合となっている。このような変換でよく知られたものとして、遮影直線あるいは、リーマン球面上の遮影変換であるメビウス外が複素平面上の変換として、アフィン変換を引き起こすのは、それが無限遠点を動かさない時であり、 かつその時に限る。しかし、遮影空間は与えられた特定の点を通る直線の全体として定義されるものであり、ベクトル空間には原点が内在構造として存在するが、アフィン空間にはそのような特別の点は存在しなため、ベクトル空間の遮影化は行えてもアフィン空間の遮影化を考えることはできない。したがって、遮影空間を ベクトル空間の小ベクトル空間として考えたように、自然にアフィン空間の小フィン空間として定義することはできない。アフィン空間の点の中から一つ、起点を選び、それを原点とすれば、アフィン空間はベクトル空間となるから、このベクトル空間に対する遮影化を行うことはできるが、この選択はアフィン空間のどの点を取っても構わないため、権論的な意味で自然ではない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。